ですね、これ画面見てお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、前回の、子どもたちがね、自殺してしまった、機械生命体のだ、自殺してしまったところも、このパスカルさんがね、記憶をリセット、記憶を消してください、もしくはまあ殺してくださいみたいなところだったかなって言われたんですけども、まあ、私の心情としてもうパスカルはやっぱり殺すことも記憶も消すこともできないと、まあ、その場を立ち去った、選択を取ったのですけども、まあ、ちょこっとね、別のことでちょっと調べたときに、この選択肢の中で放置して、その場を立ち去るっていうのはどうやら良くない、もうパスカルがね今後ストーリー上に絡むことがなくなるっていうのをまあちょっと知りまして、私やり直しております。まあ、その一番最善の選択としては記憶を消すっていうのが良いらしいんで、まあちょっと、ね、この後のパスカルさんちょっとあんまり本当はご心情的に見たくはないんですけども、記憶を消す選択で話を進め直してみようかなと思っております。まあ、消すのもね仕方がないのかもしれないですけども、まあ、今後、ストーリー上に絡んでこない選択を取ってしまっている以上ちょっとそれはそれでないなと、思っております。まあ、そのパスカルがね記憶を消した後でも何かしらこう絡んでくれるんだったらそれはそれでいいのかなと思いました。自分たちのコアを、これは自殺。こんなことになるなんて。なんでこんなことに。私は様々な感情と知識をこの子たちに教えてきました。それが将来の役に立つと思って。知識を与えるだけでなんで自殺を。恐怖です。恐怖。私はこの子たちに怖いという感情を教えたのです。恐怖を知らなければ無謀なことで命を落としてしまいます。でもその恐怖に押しつぶされて自らの命を。はい、ではちょっと、話してみましょうか。お願いがあります。この苦痛に私は耐えられません。私の記憶を消去していただけないでしょうか。さもなくば私を殺してください。相変わらずだな。このタイミングで剣が登場するのは、いやこれ笑っちゃうんだけども、いや演出的にはちょっと、私はこのタイミングで剣出すのは良くないよね。はい、もうまあこの場から立ち去るのはもうやんないので申し訳ないけど記憶を消させていただきます。確認。ハッキングによる記憶回路の切断を実行。この場合は、頼むでいいのかな。ポッド、パスカルの記憶を。了解。記憶消去プロセス開始。終わるゲームかい。そこはやらせるんだ。今日は
植物の図鑑を読んで覚えるって約束でしたよね。切ないね。やっぱね。ああ、ここでこの選択が来るのか。まあ、前回、終わったところでも、結局はこの 9S の随行支援するの選択のところで終わりました。まあ、とりあえず、とりあえず今回も、ここで終わっておきます。はい、ちょっと短いですけども今回ここで終わっておいて、また次回この 9S を、支援する、ストーリーモードを進めていきたいと思いますと。はい、またどっかでパスカルと、絡むことがあるんでしょうね。その時までちょっと期待して、待っておきたいと思います。はい、ではこの動画が良ければ、まあ、どちらでもいいや。またチャンネル登録だけよろしくねと。はい、ということで、今回この辺で、さよなら。